こちらは動画制作者です。地域差があり、お隣同士永遠のライバルが繰り広げる日本一低レベルな戦い、群馬と栃木のお隣劇場。群馬県のナンバープレートって何種類あるんだっけ？車のナンバープレートですか？現在群馬、高崎、前橋の3種類ありますよ。あ、今のところ栃木と同じ数か。もともと群だったのが1988年に群馬ナンバーになった。はいはい。そこからご当地ナンバーとして2006年に高崎、2014年に前橋が誕生。前橋は思ったより最近なのね。そうなのです。ちなみに管轄の範囲はどんな感じなの？これがそれぞれの管轄区域ね。あら、だいぶメリハリがない。メリハリってなんだよ。ほら、栃木はすごくわかりやすいでしょ。あ、ほんとだ。特にここの新東村とかどっちかにしてあげなよ。いや、そういうことじゃないから。余談だけど、前橋ナンバーを作る時のアンケート結果。おー、賛成派が結構多かったのか。自分の地域のナンバーは嬉しいっしょ。せっかくなら他も作ればいいのに。そんな簡単な話ではない。東側はすぐ北にひらがな栃木があるから、似たようにひらがな群馬にして。おいおい、勝手に決めるんじゃないよ。西側は分かりやすいように草津にするっしょ。それっぽいの出してくるなよ。ここら辺は尾瀬で。尾瀬広いな。で、南側は一応聞くけど何にするの？そうだな、特徴的に森。いや、どんなナンバーだよ。栃木県の自治体の年齢っていくつ？年齢？どういうこと？今の市や町ができて何年経ったのかなって。いや、全部はわからないな。ちょっと調べてみてよ。これはどう計算しよう。どうしたん？転入とか町から市になったとかいろいろ混乱するので、一番最初に市や町になった年から数えて何歳かで行こうかな。転入合併で新しくなった年じゃないってことね。ややこしくて申し訳。ってことで年齢の高い順から見てみましょう。栃木の重鎮って3桁はすごいですな。地味に足利は歴史あるんだな。続いてほぼ段階の世代ですな。いや、無理に世代呼びしなくていいよ。わかりやすいでしょ。人間の世代だから。あれ、続いてみんな同い年。花の54年会ってなんだよ。そういう同窓会ありそうでしょ。わからなくもないけど。続いてほぼバブル世代。だから無理に世代で呼ぶなよ。というかまだこのくらいなんだと驚き。年代まで知らないもんな。最後は一気に若くなります。おお、まだ二十歳いってないのね。いわゆる Z 世代ですな。彼らはお酒も飲めないのか。どう、わかりやすかったでしょ。いや、世代のせいでややこしくなったわ。大ニュースです。うわ、びっくりした。何？群馬ちゃん駅が誕生します。はい、群馬ちゃん駅。2024年7月から1ヶ月間高崎駅が群馬ちゃん駅になります。なんじゃそりゃ。名付けて群馬ちゃん高崎駅ジャック。どういうことなの？群馬ちゃん誕生30周年と高崎駅開業140周年を記念してイベントをするのさ。そういうことか。高崎駅は140年なのね。ワクワクするイベントだよね。どんなことをする？まず高崎駅のいろんなところに群馬ちゃんの装飾がされます。具体的にどんな感じ？西口エントランスに群馬ちゃん駅の掲示。なるほど。東口の壁面に群馬ちゃんの装飾。そっち側も装飾か。駅のコンコースに群馬ちゃんの装飾。建物の中にも。さらに毎週土日祝群馬ちゃんがグリーティングにやってくる。毎週？それはすごい。さらにさらに SL 群馬ちゃん号も発車します。そんなこともするとは。つまり高崎駅が群馬ちゃん一色になるのさ。ファンにはたまらないやつですな。2024年は高崎駅のアニバーサリーイヤー、覚えといておくれ。来年2025年も記念の年の駅がありますな。え、来年あったっけ？2025年 JR 宇都宮駅が開業140周年。おい、いきなり栃木の話題を出すな。
栃木県の南部に幻の市があったの知ってる？幻の市？かつて下津賀郡にあったこの3つの町、藤岡って栃木にもあったのか。今は栃木市と合併したけど、それより前にこの3つを合併して新しい市を作る話があった。おお、それが幻の市ですかい。時は遡ること2003年、大平、岩船、藤岡で合併協議会を設置。合併するための大事なやつ。協議の末2年後の2005年に合併して新しい市を作ることが決定した。意外と順調に話が進んだのかな。ちなみに2003年当時の人口はこんな感じさ。昔だから知らない名前がある。新しい市になったら栃木県7位の人口に。おお、すごいじゃないか。話も進み、新しい市の名前も投票で決定した。それが三鴨市だ。地理的にイメージできるやつ。ちなみに投票結果の内容はこんな感じです。あれ？下野市って今あるよね。無事に名前も決まって新しい市で頑張っていこうと思ったのだが、嫌な予感。名前決定から2ヶ月後、市役所の場所など調整が合わず、合併の話はなかったことに。いや早いな。それもっと前から調整できなかった？結果3つの町は栃木市と合併したのであった。なんか合併あるあるだけど悲しいな。という経緯で幻の市というわけ。あれですね、三鴨市っていうか幻ですね。おお、うまいこと言うんじゃないよ。全国各地にひらがなの市町村ってあるじゃん。群馬にもバッチリありますぞ。栃木はさくら市、群馬はみどり市とみなかみ町。全国にはひらがなを含む市町村は48あるとのこと。おお、思ったよりいっぱいあるんですな。関東以外はほぼほぼ初耳。確かに知らない名前ばっかりだ。ちなみにこの北関東の3つの市は名前から場所が想像しづらいよっていう批判もあるらしい。そこは頑張って想像してくださいよ。まあそんな意見もあるということで。でもなんであえてひらがなにしたんだろうね。場所によって様々だけど、もともと読みが難しい場所だったり、今でも読めない自治体あるもんな。他の自治体の名前と被っちゃうからとか。そういうこともありえるか。柔らかいイメージにするためだとか。確かにひらがなは可愛いもんね。そしてこんなランキングがあった。いや急に恐ろしいやつぶっこんできたね。我々の順位はこんな感じね。何？群馬の方が順位高いだと？桜市はダサくはないってことですな。ちなみに上位はこの5つの自治体です。あら、埼玉市。これダサいって言葉から連想されてるんじゃね。おっと、それ以上言うと怒られそうだからやめておこう。ん？誰に？別に怒られないっしょ。おい栃木、ちょっと来いや。急に現れたと思ったら呼び出ししてる。